ナポリで生まれたものです。ナポリの名物です。でも現在では有名なものですから、ナポリだけではなくてイタリアのどんな町にもちゃんと使われています。いつ使われているかというと、クリスマスの時、クリスマスの時にどんな教会にもプレセンピというものがあって、つまりプレセンピはキリストが生まれた今ぐらいです。もちろん自宅なんじゃない。 いや、あのSIMカードを外すとな、寿命が長くなるな。いいことに思いついたよ。気がついた。結局契約が終わってもこれ持ってたな。これがそのまま使えるもんな、今まで通りな。この間のテレビじゃないけど。テレビ？うん、テレビの携帯についてたでしょ。ああ、そうそう、それとして、解散と取ってけよかったという、うん、もちろんあの物資を運ぶあの貨物船、そしてあと、まあ、今日は止まって停泊していないんですけれども、あの大型客船もこのナポリによくあの寄っております。今あのヨーロッパではあの大型客船に乗ってだいたい10泊あの11日ぐらいのクルーズの旅流行っておりまして、あの料金も手頃なんです。3食ついておりますし、そういった大型客船が、まあ、あの4月になりましたら、4月から10月にかけてここもうあの、7隻ぐらいですね、7隻もう多い時には10隻ぐらい来て、もうあの前がですね大きなホテルの壁だらけに見えたりする時もあります。あと夏目漱石もあのパリからの帰り、ずっと船であの、まあ、あの汽車で
南フランスの方に来て、そこから船に乗って、まあ、日本に行く船なんですけれども、乗り継ぎ乗り継ぎ、このナポリにも寄っております、夏目漱石。そして今回のこの旅で一番良かったのはナポリって言っているんです。それはナポリ国立博物館にも立ち寄っているんですけれども、まあ、ここからまだ右の方奥に入っていたところに国立博物館があるんですが、そこでギリシャ時代の彫刻、そしてローマ時代の彫刻なんかを見まして、なんて素晴らしい。そして建物はフランス、そしてスペイン の, 文化の混じった建物、建造物も多くありまして、とても素晴らしい、魅力的な町と言っております。文章に残しております。もうなくなっちゃった。